さあ今回もドミナ進めていきましょう。さあ今回はね、てかあれ入れ替わってる位置が入れ替わってますね。さあ今回はね、この仙人みたいなね、おじいちゃんを解雇しまして、上位の建築家を雇おうかなと。さあここでね、今研究が終わりまして 20% の確率で復活するというものがありますね。ただこれじゃないみたいです。復活はもっとね、違うものが出るらしいんで、まあこの医者ももちろん置いておきますが、そうですね、ちょっとマルチにつけておきますが、その間直せないんですけども、まあ大丈夫かなと。さあ1対1ですね。条件的にサレンダーもできる非常にシンプルな試合。エース出しますか。さあ、まあまあまあ一撃か二撃かね、どれくらい耐えるか期待しましょう。さあ電光石火の一撃電光石火の一撃強すぎる。逆に言うと他がいないんですけども、でこの拡張もできるみたいなんでね、ちょっと今はフリーにしますけども、より多くの人が雇えるだろうというところでね、まあ19日間待たないといけません。まあその後でですね、さあちょっと軽く訓練していきますか。まあまあピンピンしたね、連中でいきます。回復量が今少ないんでね、ちょっと危ないかもしれませんが、およそ今みんな怪我してるんでね、もうあとは経験を積んでいくだけだろうと弓に対して狙ってないですね。全然。ああでも相棒がやられたね。これ終わりだ。さあこのリーチ短い子がね、なんか当たらないシーンがあったりするんですね。それはもう仕方ないかな。何かね、あればいいんですけど、回転とかしてね詰めればいいと思うんですが、なかなかそういったこともしないんでね。結構みんな食らってますが、まあできるでしょうと。2人、そっか2、2か。はい、この252の子が育成わけだよね。一応まあもう大体互角なんでね、見ればわかると思いますけど、そんなに差がないと。まあ2対1だとね無理ですけど頑張ってもいいですけどね。さあさあ経験にはなるでしょう。だめっちゃ強い子が生まれるかっていうと、そうではないですよね。これでは君か、回復してあげます。こいつアジリティが伸びないだけなんでね、非常に有望だよと。で、君にはワインあげます。あれもし最大か。さあ、もうちょいです。まあもう解雇していいかな。じゃあこれで来ましたね。ちょっと全員上位に変えていこうと思うんで、徐々にね上げていきますが、この、アーキテクトの上位版ね、1600かかります。これでトレーニングだったり雇いエリアを拡張までできると。またじゃあ時間とお金がかかると思うんですけど、あ、いっぱいありますね。ウェポントレーニング。ああ、なるほど。今あるやつの上位版かな。コールピットとかでも、前もあったんで、回も兼ねるんですかね。30、時間がなんか長いんですか？水、井戸ですね。トレーニングエリアを広げる、やってみましょう。100安いね。1回見たらめちゃくちゃ安いじゃん。簡単なもんですね。じゃあ、この真ん中のやつ行き、あ、ライオンか。やべ、2番手不足すぎない？ちょ、こいつ行ってみよう。ギリ勝てんじゃない？厳しいかな？あれ、防具的にきついか。いやー、当ててくれ。そう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 。なるほど、いけるね。こいつは攻撃力あるんで、食らわなければいいだろうという。お、いっぱいゲットしましたね。自由にします。二人目、自由にしますと。
3人目。おお、なかなか育ってますね。自由にします。これ全員上がるんで、まあまあまあ、逆に思うんじゃないかな、新入りの方が早く抜けられるっていう、気づかない。よし、いけ。3対2ですが、まあまあまあ、負傷してるんでね。あ、お立ち回りできないか。さあ、体力はないけど強いという集団ができてます。あ、いいです。うーん、まあまあまあ、育ちますね。サッシーでもやりたいな。こいつと、じゃあやり対決。さあ、この右の子は体力151が上限なんでね、非常に低く、左の子は253が上限と。おお。うち合うの勝ちましたね。さあ、こいつね、体力があればと。皆がそう思ってるキャラクターです。ワインか。あ、これが雇う人の拡張ね。めちゃくちゃ高いね。これは食料系だね。プライベート、プライベートルームかな？モラルとか上がると、あと守られるやつね。さあ、ビルドフォールオブヒーローズ。これがですね、DLC のやつなのかな？多分。1万高っ。1万あるんですけど、ちょっと待ってね。ちょっともうちょい貯めよう。1万2000くらいにしよう。そうしたらね、やっとできるかなと。ちょっと入れ替わったんで、ちょっと見づらいね。逃げたい。君？逃げたいの。そう。逃がさないよ。で、ちょっとチャンピオンシップだけ出とくか。あれ、勝たないとうるさいんでね。まあまあ、相手弱い。1500もあった、体力って。二人で出たいな。逆にこいつ死んだらね、やる気が復活するんじゃないかなと。一人が相当強いんでね、もう今ね、500近く体力あって、もう、負けることはないだろうという、強いんですが。ほら、体力多いだけの敵をね、切り刻んでいきますから。こう考えると、やっぱ2番手。このライバル欲しいよね、こいつのね。ドミナブースト。訓練系欲しいのよ。君はどう？あ、ちょっといけるね。君は？はい、よし、フリーダムしてあげよう。2戦目いきますか。まあまあ強いね。逆に言うとね、こいつ以外勝てるやついないんじゃないかなっていう。そこが問題ですよね。こいつカイザーですからね。ほら、網なんて効かねえと。ナイス。いや、強いね。結構ちょっと危なかったけど。そう、報酬あげよう。馬か。ちょっと、いっぱいゲットしましたね。ドミナブースト。馬こそさ、自由にしてあげたいけどね。あ、なんか微妙な範囲なんだね、これね。ちょっとこの子一体出すか。この、部分的にはないんだね。ここなんか右側のね、3マスくらいの。それが拡張範囲かな？これも自由にします。君は？あ、君いいね。ん？あ、君はもともといたか。さあ、お金だと真ん中ですけど、まあ左の、右だね。右のやつ倒して。弓対決、いや無理だな。誰か出せるかな。お前勝てたらいいね。いける？ああ、すごい競りそうだね。アジリティ的に勝てそうにないですけど。まあ接近できたら、うちのね、このコミニアンスに勝てる可能性があるよと。よし、いけるいける。聞いてる聞いてる。その網が超効いてるやんに。いいいいいい。ナイスナイスナイス。リンチみたいになってるけど。捕らえてリンチしたみたいな。ちょっとうちのね、闘技場問われますよ。
健全性が、まあ、どんどん不利にしていくんで上がると思う。お、こいついいね、伸びるよ、これ伸びしろあるね。今拡張してるんなら別に置いといていいね。ちょっと不満持つかもしんないけど。さあ行くか、二人で。いや、でも IT ないかな。あ、いるね、いるね。いるね、いるね。基本この構図ね、弓の子もちょっと育成できるような感じで、ね。シンプルに一人で倒したね。さあ、新たなね、この建築士が増えまして、今1万4000あります。このままね、やっちゃいますか。ビルドホールオブヒーローズ。ここに、まあ、まあ、ヒーローというかね、まあ、ヒロイックってあるんで、多分強い剣闘士を飾る、モニュメントって書いてあるんで、飾るような場所なんだけど、復活もできるような場所ね、リバイブ。イフは、カルスペックって。カルスペックビーエンプロイド、ハルスペックを雇っていたらみたいな意味ですよね、今のって。ハルスペック、ここの名前ではないんですかね。あ、いたわこいつか。あー、奴隷じゃない、あのサクリファイスだっけ、犠牲系だよね。あー、雇いました雇いました、今後ね。じゃあ、拡張がまだまだいるかなと。まあ、基本的にね、チャンピオンシップというね、まあ、1年に1回の試合ね。あれは、そう参加せずに、あまりね、参加せずに行って、まあまあ、剣闘士を温存して、まあ、できるだけ鍛えていくと。